ゃこんにちは。はい、豊さん、はい、今日は1試合ありましたけれども、交流戦な、ねね、大事な試合なんだよね。そうなんですよ、1試合だったんですけれども、はい、目が離せない注目の試合でしたね。そうそう、 DeNA 対日本ハムね、というのは第3戦、はいはい、というのはというのはね、優勝の行方がまだわからないという、まあそうそうそう、うん、DeNA が勝てば、うん、もう無条件で優勝、うん、そうでしたね。でもし引き分けても優勝だったのかな。そうですね。で負けると、負けると得失点差がね非常に関わってくるということで、そうですね、もう負けてしまうとその同率というかね、その勝ち負けの数で並ぶチームがいくつかあるので、うん、そうなった時はまた、まあ、計算方式で、ね、がねあるので、うん、まだちょっと若干ややこしいんですが、はい、そういったことになるので、うん、注目の一戦だったんですが、はい、結果はもうそこ見えてるので、はい、いきますか。はい、はい、でまず先発が、うん、日本ハムは上原、はい、DeNA は上茶谷、うん、まあ、2人とも素晴らしかったんだよね。はい、まあ、上原はその立ち上がりに満塁作ったりとかしてちょっと危ない場面もあったんだけど、うん、まあ、立ち上がりを過ぎてからはもう本当にあのヒットを打たせないでね、うん、ずっと来たんだよ。はい、で5回あの上茶谷を、まあ、4回で下ろして、ね、まあ、リリーフだったからね、うん、なかなかその長いイニングっていうのはちょっと考えられずに、うん、まあ、いつ交代するんだろうというね、うん、まあ、気はしたんだけど、はい、まあ、人が変わると流れが変わるということで、うん、まあ、三島が、うん、あハンソンに、まあ、スライダーだったかな、ホームランを打たれたという、ね、まあ、先頭打者でね、はい、まあ、その後満塁まで行くんだけど、うん、ピッチャーの2番手のピッチャーの、あ、3番手のピッチャーが森原投手、森原がね、はい、素晴らしいピッチングしてくれたよ、うん、それでもう1点にね、まあ、しのいで、ね、あ、まあ1点だったらまだなんとかなるというようなね、うん、まあ、そんな感じだったんだけども、まあ6回、はい、この追いつく場面、うん、ね、ピッチャーが上原から、はい、上原がツーベース打たれるんだよね、うん、佐野に、はいはい、これ高校の先輩後輩らしいんだけど、佐野が1個下でね、うんうん、まあ、大学まで一緒だっていうことで、はい、広陵明治というね、うん、まあ、名門出てるんだけど、はい、まあ、佐野がツーベースを打って、うん、まあ、ツーアウトから、杉浦投手に代わって、うん、杉浦から大和がね、はい、同点タイムにセンター前を打つというね、うん、でやっぱり大和は勝負強いなもうね、他のところがね、うん、あんまりこういう気持ち入ってるみたいなスイングしちゃうんだけど、はい、でも勝負強いわ、うん、ここ一番というとった時に ね、 ね、だからまあ、あ、これでいけるかなというような感じがしたよね。もうね、タイムになると飛び跳ねて喜んでる姿が印象的ですね。まあそうだね、うん、で7回、はい、で勝ち越す場面、うん、相手のピッチャー河野に変わるんだよね。ですね、川野、あ、川野に変わるんだよね、はい、で先頭バッター伊藤が出て、はい、で関根に送りバントをさせるんだけどもさ、はい、俺が川野のエラーを誘って、うん、ノーアウト 2-3 で、はい、続くバッター海老名がデッドボール、ね、ノーアウト満塁になったんだよ。これはピンチですよね。まあ日本ハムはね、うん、でまあ DeNA はもう勝ち越すチャンス、ね、まあ、そこでノーアウト満塁から佐野が、センター左に、2点タイムリーヒットを打って、うん、なおも攻撃が続くというね、ね、2、3塁でね、そこで4番牧選手に回ってきますからね。まあそうだね、うん、で牧が三振、はい、ね、そこでピッチャー変わるんだよね。そうですね、なんで変えたのか分かんないんだけどさ、池田に変わるんだよそうですね、やっぱり池田っていう気持ち持ってるな、うん、まあ、宮崎を三振で楠本が入ってたね、はい、外を変えてたから、うん、楠本を三振というね、はい、これ3三振で結局抑えちゃったんだよ。そうですね、でね、うん、やっぱこう見ていて、あ、これもう大量点で勝負決めるかなって思ったところを、うん、やっぱこう出てきた池田がねパンパーンと抑えたから、あ、これ2点取ってもなんかすごく嫌な不安な気持ちになったんだよね。なるほど、ノーアウト満塁からの佐野がノーアウトから打って、はい、まだチャンスはあって、はい、うんうんうん、そっからの3三振だから、それも一番期待のできるバッターたちが並んでたからね、うんうん、でもあの三振の取り方って見事だったし、うんうん、まあ、これはもうバッターも攻められないけどもね、うんうん、そしたら8回、はい、
満を持して伊勢が出てきた、はいね、うん、で松本剛が、うん、センター前先頭バッターで出ていく、そうですね、で続く野村、うん、フォアボール、はい、で万波フォアボールと、うん、こっちもノーアウト満塁になったんだよ、はい、ちょっと ね続けてのフォアボールが痛かったですかね、まあそうだね、うん、まあ、それで、マルティネス、はい、これがね右へって打とうとしてたんだよね、うん、ファールで粘って粘られて、それで高めに浮いたボールをやっぱこうセンターの右へヒットを打って2点タイムリー、うん、で同点になった、ね、でそっからエスコバー、ね、が出てくる、うん、ノーアウトまだ1・3塁だ、うん、で、まあ、エスコバーが抑えてくれるんだけど、まあ下位打線に回ってきたんで、うん、新庄監督が仕掛けるかなと思ってきたの、まあ、セーフティースクイーズなり、まあ、ダイソー江越とかも使ってたし、うんうん、万波サードランナーだったし、うん、なんかどっかで聞いたことない一三塁左ピッチャー、フォースボック、ボックね、なんかそういうことを仕掛けるかなと思ってたの、うん、でも横浜の方も DeNA の方もマウンドに通訳をちゃんと連れてって、うん、ピッチャーに説明してたよね、エスコバーに、もしこういうケースがあったらサードランナー見ろとか、うん、おそらくね注意はしてたと思う、まあ先日ねそういうのがもう話題になったらこれは警戒されますよね、まあそうだねだからまあそういうところでやっぱり、うん、新庄監督もその姿を見てて結局何にも仕掛けられなかったんだろうね、うん、ただバッター八千の時に、うん、一塁ランナー江越、一三塁でエンドランかけたね、あで無理やり打ちに行ったんだよ、うん、八千が、はい、それがファーストのファウルフライになったけどもさ、うん、これは助かったね、なるほど、うん、やっぱ八千がセーフティースクイーズとかやられたらちょっと嫌だったんだけども、うん、まあ同点止まりで抑えたと、うん、ただ伊勢はやられたということだよ ね、しかもその7回に点を DeNA が取った後にすかさず追いついてるっていうのがちょっと日本ハムの流れをやらないポイントだったんですかね、うん、まあそうだね、うん、ただその池田が頑張ってたからねここでね、はい、うん、だからここに繋がったんだと思うんだけども、うん、でエスコバが買いまたぎをして抑えるんだよね、はい、で10回になって安崎が出て、はい、山崎安崎、うん、出てきた瞬間にこれちょっと普段と違うって思ったのは、うん、ちょっとね正気がない、うーん、なんとなくおとなしめ、うん、よしっていうような感じがない、それはもうマウンドに上がる様子かなっていうことですか、あちょっと普段と違うなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたし、はい、あとはこう投げてても躍動感がないんだよ、うん、でちょっと不安だなと思ってたので、普段投げないカットボールだとかスライダーだとかそういうボールも投げながらちょっとおかしいなと思ってたら万波に、うん、ツーシームシンカーをホームランされたって、なんかそんなことをねちらっと豊さんがいや、まあ電話でねちーちゃんとちょっと話してた時に、うん、あこれやられるぞって言ってたよね、言ったそばに矢先からだったね、うん、まあそれがこれが決勝点になって、うん、まあ10回はまあ三者凡退ということでね、うん、あ、一人出たのか、そうですね、そうだね、はい、関根がセンター前で出てくれたんだ、うで、ね、うん、で4対3結局ね、はい、まあ負けたけども、うん、ただ価値ある負けというか、そうなんですね、まあ一番いいのはすっくり勝って、うん、この3対1かなんかで勝って優勝みたいな ね、うん、みたいね、でファンもいっぱい入ってくれてたし、はい、その優勝の瞬間をねやっぱこう楽しみにしてたファンっていうのはたくさんいたと思うんだけども、うん、まあなんかちょっと不完全燃焼というか、こうね、他の試合の結果待ちみたいな感じになってしまいましたからね、はい、それで残されたのはなぜ残ってるかというと、うん、優勝じゃないのかっていうのは、うん、楽天が2試合残してるんだよ ね、うん、そうですね、で楽天が連勝すると、うん、残り試合2試合をね、うん、11勝7敗で並ぶと、うん、ね、ただし優勝するには楽天が、うん、条件があって合計30点以上の大差の勝利が必要だということで、しかも連勝必ず2連勝残り2連勝した上で、うん、30点以上の大差ということは30点以上取るんじゃなくて
30点以上相手に差をつけなきゃいけないから、そうそうそう、相手が得点すればその分30点にプラスされるってことになるんですね。そうそう、だから相手に10点取られたら40点取らなきゃいけないっていうことだからね。そうですね。だからまあ可能性としたら残されてはないけど、そうですね、 DeNA の優勝の可能性は高くなったということが言えるんですが、はい、今ね、でね、今年の交流戦、はい、ちょっと見てみるとね、交流戦見てみると同率1位のチーム、まあ、ソフトバンク、オリックス、ジャイアンツと、はい、ね、ここに出てるのは1位なんですが、はい、今の時点ではね、はい、もう優勝の可能性は消えてしまったんですね、今日の DeNA の試合の結果で、ね、あの1点差で負けたからね、うん、これが2点差だったらもう本当分からなかったっていう意味で、ね、そうなんです、ソフトバンクに抜かれた可能性もあるんだけど、そうそう、だからその点差がすごくこの今回の交流戦っていうのは重要になっていて、重要だったな、ね、はい、だけどということで、今のところ、うん、まあ、楽天が試合残してるから今のところ DeNA 込みで4チームが11勝7敗という大混戦だったというね。そうなんです、その下に楽天がいる状況なんです、ね、そうそうそう、ただその楽天が優勝の可能性を唯一持っているということですね。残ってるから残ってるから横浜が DeNA が今日優勝っていうことじゃなかったんだよ、まだ ね、 ね、ほぼ優勝なんだけどもさ、うん、ね、ただこの計算法、うん、TQB、うん、ね、得失点差率、はい、で順位を決定するということで、うん、計算方法があるんだよね、いろいろ ね、 そうなんですね、まあ、非常にややこしくて、トータルクオリティバランスの略でね、そうそうそう、うん、そういうふうに言うんですが、だからバランスよく戦ったチームがっていうことでしょ、結局はね、うん、だからまあね、その数字を出すということでしょ、うんうん、だけどまあ、分かりにくいから、例えば11勝18試合のそうなったら得点と失点を引いた数で得点が上回ってる人が優勝でもいいのになとか、うん、そんな簡単でいいと思うんだけどね、なんか本当に複雑で、複雑でさ、ね、じゃあ勝ったらどうなの、負けたら何点差だったらどうなのみたいになってくるので、うん、そうそうそう、まあ、難しかったですけど、そうだね、まあ、今はちょっとクリアになりましたね、結果が一つ出たのでね、うん、まあ、そうだね、ただファンの方も、うん、ファンの方に楽しんでもらうんだったら、うん、もっと簡単な方法の方が、うん、やっぱファンももうそのすぐ会話になるし、 TQB これから調べなきゃいけないしさ、どういうことみたいな、私たちもそうでしたもんね、そうそうそう、 TQB の意味から調べて、そう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 、ちゃんとしたことをお伝えしなきゃいけないから、まあね、調べて、はい、っていうところだったんですけど、まあ、まあ、ただ今年のね、うん、交流戦まだ楽天が2試合残してたりだとか、うん、まあ、するけども、うん、まあ、本当に面白いね試合が行われて、はい、まあ明日にでもね、うん、まあ、DeNA が優勝決めるかどうかね、決まるかどうか、楽天が意地を見せるか、ね、もし、勝つか負けるかなんですけど、うん、勝ったならばまたもう1日伸びるということなんでね、まあ、そうそうそう、優勝決定がね、そうそうそう、なので、うん、そこにもまた明日ねどうなるかなっていうので、はい、また明日も注目の一戦になってしまいますかね、どんな打線が良くても30点2試合で取れっていうのはすごく厳しいと思うから、そうです、ただ、ね、ピッチャーはゼロで抑えなきゃいけないし、そう、ただ勝つと可能性はゼロではないから、まあまあそうそうだね、逆転部位のね、はい、だからそこが ね、 そうね、また明日以降も注目なんですけど、うん、でも DeNA の選手はね、うん、本当に最後まで食らいついていったし、ね、で1点差をね、うん、なんとか死守、うん、したし、ね、だからそういう意味ではね、よくやったと思うよ ね、 ね、もうほとんどの選手出場してね、今日も戦ってました、ね、うん、まあそうだね、うん、価値ある敗戦ということで、はい、ね、はい、今日も看板屋ちいちゃんでした、はい、はい、ということでね、はい、何か言いたいことありますか、ちょっと今日は重要なマスコット猫ちゃんを描く余裕がなかったんで、ね、はい、ちょっと描こうと思ったら時間がなくて始めてしまいましたが、はい、次はまたどこかに猫ちゃんを描こうと思います、はい、はい、ね、はい、はい、